おはようございます。8月6日ということで、今日はハムの日ですね。皆さんハム食べましたか？僕は食べていません。さあ今日も一日頑張っていきましょう。ところでさ、今日一日頑張っていきましょうってそういえば俺毎回言うんだけど、この動画出んの夜じゃないですか。もう一日頑張った後じゃないですか。でも僕の夏では朝じゃん。どうしようって思ったんだけど、どうしよう。よし、やっていこう。確か昨日はキミコちゃんが来て、今日からお姉ちゃんあっちも出るんだって。恋して終わったんだよな。どうせ大阪で絵の勉強もしねえで遊びほうけてんだろ。姉ちゃん帰ったな。そんなお金ないでしょ。先月から女がキミコちゃんだけになっちまったよ。いいか、うん、パンツなんとか。パンツ怪獣の逆襲。なんだそれ。パンツ怪獣の逆襲だ。怪獣。想像がつかんな。めっちゃ似てえじゃん。姉ちゃんって大阪行ってお化粧覚えたら綺麗になったよな。孫にも衣装かよ。うまいじゃん。それは私のセリフ。うまくねえじゃん。じゃあ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。キミコってどういう字書くんだ？カタカナでハムの子供って書くんです。ほらハムの日だ。キミコはハム出てきたじゃん。それじゃハムちゃんじゃん。奇跡起きた。本日男子2名は作者も分かってんね。今日がハムの日って。私の名前キミコのままでいいんでしょうか。ハムちゃんでもよかったんだけど。おや、気を使うんだね。ダメ。うちは先祖代々船を作ってる家系なの。だからネズミは大嫌い。おいおいおい、お前ハムだろうに謝ってね。いいか、このままだと俺たち負けちまうぜ。どうした？今まではライバルだったけど、今日からは仲良くして、はい、あっちに勝たなきゃダメだ。うわ、男あるある。はあ、女子軍団に決まってるだろう。軍団ね。今日からお前と俺は同盟関係だ。それは輝かしい男子同盟誕生の瞬間だった。いいね。共通の敵を見つけるとね、もともと敵でも味方になるから。よろしくね。じゃあ案内を始めるぜ。これはうちの物置。珍しいものは全然何も入ってない。僕くんと全く同じ説明しろわ。この道をまっすぐ歩いていったら、昨日お前がバスを降りた塩町桟橋だ。諸々の理由で橋の下は見ちゃダメだし、行くこともあまりおすすめしない。めっちゃ同じ、うんうん、でも私今もう一度だけ行ってみたいです。ね？で？あ、まあいいけど。行くんかい。女の子には逆れんやな。この時私はキミコちゃんが将来アイドル歌手として日本中の男性に愛される存在になろうと。めちゃくちゃすげえ存在になるじゃん。ナレーションが僕くんの未来ってことだね。あれじゃまるで仲良しじゃん。そうだよな。男子同盟はどうなったんだよ。それはそうなるわ。ん？君の名は？何？男子同盟って。おっとまずいね。私しばらく大阪の寮に戻るから。まだいたんか。オタク、キミコちゃんのことよろしくね。うん、任せろ。キミコちゃんは必ず落とす。みんな勝手な人ばっかし。お前もな。ってことで、あの太陽だからライバル。太陽、あ、何言ってんだ俺。太陽がライバルなんで、同盟を組んだと思わせつつ裏でキミコちゃんを誘っていこうか。仲良さそう。何お前ら。じゃあ太陽君はスポーツマンなんですね。まあな、スポーツマンなんて英語で言われても困るけどね。そこかよ。日本語で言えよ。運動選手？わけわかんねえよ。なんだそれ、僕くん。終わり。今日の会話は終わりました。早いな、全然紹介してねえじゃねえか太陽。お前俺を抜きでやろうとしてんな、このド変態が。さあこういう時は豆ちゃんに今日やることを聞きに行くのが吉。いないの？なぜ？だったら強制的に呼び出せます。合言葉を言いな。
まるちゃんの口癖は？わからな。バラタック、バラクーダ、バラクーダっぽいな。うわ。もっかいやらせてくれ。ピピルマ、ピピルマ、プリリンパ。よっしゃ、ぶね、全然知らんかったわ。ピピルマ、ピピルマ、プリリンパ。よし、中に入れ。よっしゃ。本日から我々吉田兄弟は昼間の間、この塩町桟橋橋の下基地において合宿状態に入った。なんだそれ。それは今月10日に虫相撲団体戦の予備大会がある。あと4日後じゃね。耳にしたからである。まずくね。全然俺虫いないんだけど。バレちゃしょうがない。試合は団体戦をトーナメント形式でやろうと思ってるんだ。だったらなるべくたくさんの虫を育てる必要があるね。その通り。全然虫やってねえや。他の大会で様子を見て25日の本大会に備えるってこと。僕間に合うかな。きついよな。試合に出られるだけありがたいと思う。ぶっ飛ばすぞお前。というわけで各自持ち場につけ。よし、豆に今日何するか聞く。赤丸が一個もなかったらマジで許さん。おお、三つもあんじゃん。じゃあこの一つはでもあれ、朝もやったやつじゃないかな。潮町桟橋の橋の上。あそこの橋の上で何が起きるか。ああ、あの二人がイチャイチャしたやつか。潮町桟橋。潮町桟橋の船長さんの、船長さんのところかな。試しに行ってみて。オッケー。しまなみ家の裏の方。ざっくりしてんな。しまなみさん家の裏の家って誰が住んでるか知ってる？知らね。ちょっとちょうどいいから虫相撲をやっとくか。虫の大会に備えてね。はい、もう聞いたよそれ。うわ、早速使ってるやついる。うわ、めっちゃ使ってる。ちょっと弱いでね。一回この俺の激弱ノコグイクワガタを強くさせてやんないといけないね。試合と。僕から行くよ。おう、どんどこへ。じゃあこれでいいかな。一回ちょっと押しとくか。オッケー、カーン。頑張って。これは勝てるね、正直。はい、もうパワーが違います。そんなちっちゃいので。はい、デコピン出た。お箱ですよ。うん、余裕。やっぱり負けか。勝ってよ。力強いよ。これはトレーニングか。ダメだよ。でも勝ってる。そのサイズにしてはやるじゃないかや。だが甘い。ダメだよ。ダメだよってなんや。頑張れ。空振りとかあんだ。そんな目の前の敵に空振り？ナイス。強、それ強。新しい技覚えてくれないかな。同じノコギリだけどサイズはまた。俺の方が全然でけえと。いけえ。ナイス、ナイス。もう一回やっちゃれ。はい、ナイス。強いね。悔しい、負けた。そろそろ敵強いでも余裕なのでは？あ、でも疲れてる。ダメだ。俺は無理はさせないたちです。いや、お前ならいける。まだこれだ。あんま強くなさそうじゃん。強い、もう余裕かも。やれ。いけ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 。疲れてても、おお。うわ、ちょっと押されてるわ。な。よし、ここはカットかないとダメよ。アンミオちゃん。おい。いけんね。おい。はい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 、パワーがまあまあ強いわ。こらえろよ、こらえ。こらえんな、これ。
よっしゃー、オッケー。はい、余裕。勝ってよ。お、半秒まだいっぱいしかしてねえじゃん。お前強。ダメだよ。ダメだよ。何がダメだよ。頑張れ、やったぜ。お、新技来た。なんだそれ。何今の。なんだ今の。あれ負け？すくい投げ。ああ、もう見たことある技やな。まだ絶好調だね。あ、俺持ってない。チェンジだぜ。俺持ってないよ。チェンジ。ごめん、持ってない。何？いじめ？誰も持ってないのね。うわ、みんな俺とやりたくねえからってそうやって嘘ついてさ。ひどい？踏ん張るな。まあいいや、踏ん張りで。踏ん張らしといて。あ、僕ちゃん。これ覚えときな。ね、いや。受賞したら虫に名前がつけられるか。虫にかっこいい名前をつけて、もっともっと可愛がろう。いいじゃん。でもこの島ではスモウムシがいくらでも手に入るわけではないから。それな。名前付けは慎重にやろうね。全然出てこないんだよ、あの精霊の木みたいなやつ。あ、本当やりたくないけど、モン消しいつもやるか。そうそう、モン消しにはレアモン消しってのがあって、これは県内に1個しか存在しない貴重でデラックスなものなんだ。なんだそれ。それ以外のやつは同じのが何個もあるし、色違いもある。それバトルに出たらめっちゃヒリヒリしそうだね。価値が違うってことさ。はいはいはい、セスナサオールディね。君は確か弱いよね。ただ、セスナサオールディにはセスナサオールディです。いけいけいけ。よし、いくぜ。うわだよ。なんでだよ。やべえ、取られる。セスナザオールディ2体にして、ちょっと余裕を持ちたいんだよ。よし、そうだ。いっぱい押すのが強いんだ。思い出してまったわ、俺。いけ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 、トン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 トもらえねえんだ。もう一回はないんだ。快速か。セスナでいけるかな。それ持ってないから欲しいな。よし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 。お、弱っ弱っ弱っ。それいけるわ。はい、ゲッチュー。おちゅあげたくないよ。あげたくねえよな。次は俺か。でもこれ本気のバトルだから。うわ、ダークウォース来た。前回俺の何かを持ってった。こんな野郎だけは絶対やる。てめえ筋肉マンみたいな色しやがって。はい、はあ、君たち門消しを知らなすぎ。やべ、セスナザオールディ強え。いけ、セスナザオールディ。バカ、やばい、あとに引けなくなった。うわー、頼む。オールディ、オールディしろ。お前オールディしろ。あ、その程度、当然の結果だな。け、確か船だよな。フネッチ75号地に喋りかけたらなんかあるっぽいから、75号地に喋りかけ。元気か、クソガキ。まあまあだよ、おっさん。それにしても話してて腹わたが煮えくり返る。そんなに。ねえ、おっさんってどこに住んでるの？夜おっさんじゃねえ、あのなんかあれ。俺はこっち島だよ。家の裏がどうたらこうたら言ったやつ。そうだったのか。夜になったらうちに遊びに来いよ。マムじゃん。当然何にもサービスしない。カスじゃん。わかったよ、クソ親父。話してて腹渡がにナイス、僕坊主。その時私は75号さんに家の場所を聞くことを任せろ。豆の予言があっから。でもまあいいか、夜になったら一軒ずつ覗いてみよう、そう考えたのだった。やんじゃん。さてと、俺様に何の用？すまん、それ以上の用はない。嘘だ、ぴょん。マジかよ。それにしても腹の立つガキだな。さあ、いよいよ午前中にしてやることがなくなったが、まずは虫をゲットしに行こうか。てめえらまだ位置ついてんのか。
まあ、釣りで夕飯に母ちゃんに出してもらう、これ虫やる。なんかいるかな。なんかいる。今日はマジでマジでだよ。やったぜ。でかいから。ええ俺前回入れてなかったっけ。入れないとニューなんゲットしたことならないんだね。なんかいるかな。マジでいなくないこの木。なんかいるか。やったぜ。あ、完全に俺は切れた。スモウムシが出るまで絶対にやめない。お、でかっ。ジャンボくん入れよう。なんかいるか。絶対にスモウムシが出てくるまで俺はもうやり続けてやっかんな。もうこの木のせいだからな。何回何回見られてお前が飽き飽きしても俺はお前が出すまで絶対やってやっかんな。マジで覚えてる。ふーん、上等じゃん。なんかいるか。はあ、そう。その木。お前もその木か。笑わしてくれんじゃん。けっ。ふざけんなよ。じゃあもうダメじゃん。もう一回板見に行く。全然スモウムシ出ないんだけど、あの木。忖度してない？なんか。わかった。俺になんか大会勝たせない気だべ、あの木。やっとるわ。はい、同じこと言われて終わり。そっち行きて、マジで。絶対虫の木あるから。約束する。っていうか、約束しろ。よっしゃ。久々こっちの方行ってみよう。やっぱり何もないね。お、鉄棒。あ、鉄棒できんのお前。試してみろ。中くらいの鉄棒がある。兄弟で言うと次男坊だ。知るか。一番大きい鉄棒。あー、来たね、ここ。なんかここあったっけ、昔。なんか見つけたことあったっけ。つうか、宝の地図が全然ねえ。体育館がある。夏休み中、昔読んだかもね。おっとおっとおっと、ここも来たことあんねえ。これあれか？あっち島行っとくか？っていうかさ、人全員にいろいろ喋りかけた方がいいのかな。なんか住む、そしたら。いや、俺はめんどくさがって人に喋りかけるのはやめていたな。それが俺の敗因だ。わかった。こんなに物語が進まないわけがねえ。謝る。俺が悪かった。こっからの俺はもう全員に喋りかけるぐらいの気合はある。さあ、あっち島に行くぞ！ダメだこりゃ。ごめん、ごめん。窒息しました。やばい、おばあちゃんごめん。神に祈ってた。僕、海で溺れちゃったの？龍神様とご先祖に感謝せねばな。ありがとう。皆さん気をつけてください。夏は水の事故多いっす。ばあちゃんごめんな。この辺りの家の縁側や庭は夏日が当たりすぎないように工夫した。そうなんだ。ふん、そうなんだ。もっと興味示してやれよ。ウルトラん。お前は相変わらず犬だった。やべえ、夕方だ。うわ、あっち島に。うわ、俺のせい。俺が窒息なんてするから。だが俺はめげずに行く。いや、海なんか潜りたくなるよね、これ見てると。おお、光ってんじゃないか。取りなさい。オッケー、ナイス。もん消しがあってくんないとちょっとお兄さん困っちゃうかな。取られてばっかなので。ありきたりなやつでいい。なんかレアなやつとかも使えないから怖くて。ちゃんとね、これ深いとこに行くとね、早くゲージが速くなるようになってんのよ。
うわ、危ない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 。よし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 、ちょこっと久々に来たね。オッケー、オブジェ。虫とかも全然俺やってないじゃん。もうダメダメじゃん。お、お前いいんじゃん。あぶね、捕まえそうなったお前。あ、ごめん、捕まえたお前。ごめんごめんごめん。ごめん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 。入ってくれ、それか喋りかけてくれ。ん、捕まえんだ。ちゃうよ。ニューなのにまたジャンボくんに入れない俺はバカ者です。いや、お姉さんに喋りかけてお願い。お願いお願い。操作がむずいんだって PSP って。ねえ、ヒゲのおじちゃんは元気？よく覚えてんだお前。ああ、そうだったんだ。ヒゲのおじちゃんもう20年も前に死んじゃったのよ。ごめん。ちょっとデリカシーのないことを聞いてしまった僕くん。だが子供だから気づかない。お前だけは。くそ。あ、入った。ジャンボ、あ、うーわ、トンボ、夏。昔死ぬほど捕まえそびれたわ。さあさあ、白いアンチに行こうか。お、おばあちゃん。ヘイバー。私の家はもともとこの島を治める棟梁だったんだ。この家のおじちゃんの家も家来だったんだけど、結婚して一緒になっちゃった。君って頭が良さそうだね。うん、ウルトラとは違うそう。1×1 は1って言わしたのね。言わしたかったのね。あれ、意外にダメだな。そんなこと言ってやんな。大きな蔵がある。扉がしっかりと閉められているので、中の様子はわからねえ。あふーん、こっちは何もないかもね。お、大きな家の居間が見える。意外にお金持ちな家の絵だ。いや、どう見てもそうだけどね。あれ、しょうがね、今日は久々に父ちゃんに会ってやっか。寂しがってるだろう、晩ご飯呼びに来れなくて。裏銀しじみ。あ、やべえ、俺やらかしたくせえ。絵日記書いてないよね。あるかな、きみこちゃんとのやつ。お願いあってください。お願いします。うわぁ、特訓から始まった。うわぁ。うわぁ。ないよこれ。ないんだ。それとも書くことない、書かないのか。それであってくれ、頼む。あ、ニューいたな今。くそったれ。マジで何もねえ場所だな。うわっ、魚釣りも俺忘れてる。ほんとバカタレなんだね。ほんとバカタレなんだね俺。ダメだこれや。せめて虫だけはたくさん捕まえようか、今日は。最初に言ったやりたいこと、何もできず。やめなさい。お前らシークワーサーじゃなくてシーサーのとこに何かありそうなんだけどな。狛犬だね、うん、ごめん。ああ、もう一個も触れず。来るぞ！あの野郎が。久々に登場するあの野郎が。あ、これね。いい景色。来るぞ！お、まだ来ない。時間が止まっている。あいつどっから来る？うわ、まだ来ない。これなんだよ。醍醐味、いつくんのてめえっていうやつ。心の準備はできているぞ。うわ、来た。うわ、怖え、お前、やっぱり。見つかった。今年で終戦からもう40年なんだね。そうなんだ。終戦？戦争が終わった時のことよ。おののちの向こう側に大きな大きな町があって、そこに戦争が終わるちょっと前、原子爆弾が起きたの。あ、じゃあ広島の。すっごいたくさんの人が死んだんですよ。そっか、きみこちゃんのお母さんの出身地だもんね。あっち島の造船所も何度も何度も飛行機に狙われて、働いてた学生たちまでたくさん死んじまった。
その年の暮れから除夜の鐘の代わりに船が108回の汽笛を鳴らすようになったのさ。なるほどね。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。元気よくいただきますっていう気分ではなくなったぞ。ちょっとせめて食後にしてほしかったな。ごちそうさまでした。ごちそうさんでした。なんだお前それ、女の子みたいなポーズで。おばちゃん、ああちゃんと家計簿つけなくちゃな。おばちゃんなかなか続けられないよね。ごめんな、金がかかるガキで。食費増えたろ。さあさあ歯を磨いて風呂に入って。お、危ない危ない、キミちゃん、うわっ、いい、そう、入るべきだ、お前、お姉ちゃんには入って、なんでキミコちゃん入んないの。食器棚になぜか男性が出る歌手の写真が貼ってある。あ、いえ、そうなんだ。そういうのあったんだ。夜の虫、あと、家の裏に家があるはず。あ、これね、ここね。暗くて見づれえけど、ここだよな。ちげ、そっちじゃね。ねえ、来た。船のおっさん、75号さん。間違ってたらお前相当やべえぞ。ないのかな。来るんだ。お前よくここを探し当てたな。一発っす。わかんないと思ってた。うん、お前にはな。舐めてんなお前やっぱり。おお、いいね。それにしてもお前のうち親戚や家族が多くていいな。どういうこと。俺んとこなんか家の大きさはそっちと同じくらいだけど、いつも一人だ。めっちゃ寂しいじゃん。手をしても一人。手をしても。じっと手を見る握りっぺ。なんで。なんで、これ何言ってんだお前。それは天涯孤独ってやつだからさ。天ぷらが猛毒。おい。一人だから一人ってこと。あ、この店で50円ゲームやった。やってない。金ない。いえ。そうか。楽しくて俺は好きだぜ。やらしてくれるわけではない。ただの自慢。マジか。夜でも最近は結構暑いな。暑いね。海に入って泳いできたらいいじゃない。だから兄ちゃん泳げねえっつってんだろ。夜の虫ね。よし、いてくれ。なんかいるかな。なんでいないかな。蹴り入れるから悪いんじゃないの、セイロの木に。だから怒ってんじゃないの。うん、いないね。あ、そういや、ここの墓行ってないね。ここ絶対なんかあるよ。島並家の墓がある。あれ？どっかで聞いたことある名前、うちのだね。森島家のお墓と書いてある。島谷家の墓と書いてある。島村家の墓だろう。島大集合。島も、もう全部島。マジワンピースやん、島だ。いろいろなんか、イーストブルーとかさ。それはちょっと違うかもしれない。なんもないのこれ。島がたくさんあるだけ。島があるだけっすね。なんもないね。君は中島家。おっと、なんかあるかも。あれあるかも。お、あった。白地図。お、来た、地図だ。久々。うお、2枚目見つけちゃったぜベイベーって、お父さんに報告しなきゃな。2枚目のフリーズを手に入れた。あとは2枚か。やったぜ。ああ、もっと夏バテゲージ下の時に見つけたかったな。家戻って、ばあちゃんの話と父ちゃんの話聞いて、風呂行って、その前にもう一回だけ見せろ。なんかいるかな？うん、期待はしてなかったよ。オッケーで、ちゃんと歯を磨いて、毎日意外とやってんね。今日は誰がいいんだ。一人なんだ、寂しいな。ニカオ、お、いいねその笑顔。一人の方が嬉しいか。お、キミコいいんじゃん。
太陽が今いない今のうちにアプローチしとけ。ここの島の人たちほんといい人ばっかりだな。僕以外はね。はあ、お前ほんと変なこと言うの。おい、やめてくれよ。俺のキムコちゃん保管計画が。名前だ、何枚だ、千枚だ、百枚だ、もっとくれ、あげないよ。サジト、毎晩お勤め一緒にご苦労さん。はい、お小遣い、え、マジで？僕おばちゃん、おー、ありがとう。あ、あるんだ。というわけで話の続きじゃ。平助殿が乗った船の行く手は、どーんと濃い霧に阻まれた。そこは行けども行けども霧ばかりの世界じゃった。ところがある日、その霧の向こう側から一本の高い木のてっぺんがニョキッと顔を出したんじゃ。おいおい、平助どん、こっちの島こっちだぞ。それは平助どんが子供の頃から毎日毎日見上げて暮らしておった島の精霊の木の声じゃった。こっちの島はこっちだぞ、わかりづれー。それ以来この島のことをこっち島と呼ぶのと永遠不可。やっと昔話とは違う話になったね。うんうん。で、無事島に上陸した平助どんが田んぼのあたりをテクテクのんびり歩いてると、遠くからおいおい助けてくれと誰かが呼ぶ声が聞こえてきたのじゃ。え？というわけで今夜はここまで。続きは次回のお楽しみや。ループしたか？じゃあ、あとは父ちゃんいないんだ。あ、父ちゃんどこ行ったんだ。父ちゃんはいいや。父ちゃんダメだ。ここにいなかったら分かんないわ。あ、いた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 。新聞踏んで失礼します。ふむふむ、今年の夏で終戦から、あ、40年ね。あ、それだけ。あ、そう、仕事の話はもうないと。ガラ空きになった女の部屋あさろうぜ。キミコちゃんの荷物をあされ。あ、終わった。やらかした。さあ、僕くん、絵日記書いてさっさと寝ようね。マジか。うん、おばちゃん、おやすみ。明日のラジオ体操、寝坊確定になりました。うわ、俺の皆勤賞が。お、いいね。75号とお話したよ。おならの話だったんだ。水軍の地図を見つけたぜ。50円もらったよ。お話はまた頭に戻ってそうだよな。繰り返してたよな、なんかな。ということで、終わりました。8月6日も皆さんお疲れ様でした。ということで、また8月7日、明日お会いしましょう。おやすみなさい。